い、じゃあ今日は、春ということで、これからハウスダンスを始めていく方たちのためにですね、ハウス入門編の内容をちょっとやってみたいと思います。練習になる4種の基本ステップをつなげてやってみよう。はい、まず1つ目はですね、パドブレというステップで、すごく大事なステップです。そうですね、こういうふうに横に推進力を使って移動していくんですが、まずですね、注意してもらいたいのはこの1歩目踏み出すとき、後ろの足でグッと押してあげるっていうところですね。はい、そしてグッと押したらそのままかかとから乗り入れて、足を、スライドさせるように横に、足を後ろに回し込んでいきます。この時ですね、結構向きが、体の向きが変わるので、足を開いた時に脇腹をちょっとキュッと締めてあげてですね、ターンに備えてあげてください。そうするとターンが遅れずにできると思います。はい、そしたら2つ目、2ステップ、これも重要なステップです。2ステップはですね、こう3歩タン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 って3つのリズムなんですが、2歩目を後ろに下げてあげるっていうのがすごく大事だと思ってます。そうですね、下げることで足をクロスする足の運ぶスペースを確保してあげるような感じです。で、軸にしてあげる感じですね。ちょっと分かりづらいと思うんですが、まずこの練習のポイントとしては、この足を広げる、踏み出す時の、そして足をクロスする時の2つに分けられます。これを分けて練習してあげるといいと思います。はい、この柔らかさを保った状態でクロスと開く、この動作を、やってほしいと思います。特にクロスの時に、柔らかさが消えがちなので、クロスの時もしっかりと柔らかく保ってあげてください。はい、それじゃあ3つ目、シャッフルです。はい、シャッフル、ですね、こういう、よく みんな見たことある動きだと思うんですが、2回目の足ですね、1,2,3 のこの2つ目に出す足に張りを出すっていうところです。はい、足は、腰から広角に、出します。結構膝から下でね、キックするように出しちゃう人も多いんですけど、早い時はいいんですが、結構ゆったりとね、ハウスらしく踊る時はちょっと広角に足を、股関節から足を出すような感じでやった方がいいと思います。あと上半身はですね、この肩周りでリズムをとってあげる、ね、1,2,3 ってね、この足のリズムに合わせてちょっと振ってあげると、脇腹が締めやすくなります。ここも忘れずに。じゃあステップ4、ツイスト&ピーター。はい、これのツイストのステップと、ピーターポールというステップがちょっと混ざってるんですが、よくあるルーティンです。はい、でここで大事なのは、まずね、腕のスイングですね。手をしっかりね、振ってあげるってことと、あと足をコンパクトに運ぶっていうことですね。結構ね、素早いステップなので、足の位置をね、こんな感じで足の位置をあんまり変えない、結構ね、前に踏み込んでしまうことが多いんで、できるだけ同じ位置でツイストステップはさばきましょう。ピーターステップはですね、前に行って後ろに戻ってっていう動作なんですが、でポイントはですね、このちょっとね、タタンタタンとですね、ちょっとね、こうちょっと跳ねるような感じでやってあげると、ちょっとふわっとね、させることができて余裕が出てるように見えます。はい、あとこの腕のスイング、ね、左から右へ左から右へっていうのを繰り返しながら、今のステップを、ゆっくりやってみてください。腕の動きがあると足も動きやすくなると思います。はい、それじゃあつなげてみます。ステップ1パドレ、1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,3,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,8
はい、こんな感じで音に合わせてみます。まずパドブレ、2ステップ、シャッフル、ツイスト&ピーター。はい、まとめとしてはですね、脇腹を締めるというのは全部のステップで共通です。あと、単品の練習もいいんですが、こうやっていくつかのステップをつなげて流れでやってみると、結構実践的な練習になってくると思います。ぜひやってみてください。